皆さんこんばんは、ワドです。今日は2018年4月の7日21時51分名古屋です。よろしくお願いします。名古屋運転荒いな。無法地帯ぐらい運転荒いよね。さてどうすっか。こっからノンプランです。予定皆無なんで、みんなで考えていきましょう。どうすっかな。とりあえず睡眠はぐっすり取ったのと、とりあえず飯は別に食ったんで腹は減ってないっすね。どうすっか。ノープラン。おー、リンリンドン、ありがとうね。ありがとう、楽しかったよ。ありがとう、こちらこそありがとう。ありがとう。今名古屋っすね。どうすっか。名古屋は何をすればいいかな。名古屋はとにかく寒い。どうする。名古屋って言ったら何とかあんの。風船ありがとう、アッキーナさん。とりあえずね、今ね、堺っていうところにいるっぽいんだよ。堺のドンキホーテ前。何をすればいいんだろう。またこっからノープランだからな。急に都会に来た感じがするよ。急に都会に。どうする。とりあえず歩く。いや、何にも考えてない。どうする。今ね、腹は減ってないかな。なんかこれは見といた方がいいとか、ここ行った方がいいっていうのあったら教えて。もうノープランです、全くの。どうしようかな。とにかく寒いんだよね。はい、こんばんは。あ、サムネ変えたんだ。どうしよう。あー、ヤバトンね。あ、みーさんいらっしゃい。お疲れっす。今ね、お腹空いてないんだよね。吉牛食っちゃって、腹はいっぱいかな、だいぶ。何すっかな。名古屋そんなとこある？観光するとこないの？じゃあみんなが楽しいことやろうよ。みんなが楽しいこと。別にこのまま新幹線でも帰っていいんだけどね。どうすっか。工業の街なの、名古屋は。でもすげえ都会なイメージがあるけどね。このさ、栄町からさ、駅までどれくらいあるの？歩いて行けんの？なんかね、せっかくの旅配信なんだけど、これだから嫌なんだよね。なんか、旅やれ旅やれとか言うけどさ、結局旅やったらかそるじゃん。だからね、なんかね、すげえ萎えてるね。名古屋城ハリボテなんだ。でもなんかすげえ都会な感じがするけどね。見てる限りでは。
すげえ都会だったね。岡山から来たからかな。配信限られてるからな、やることな。雑談生の人はここはきついよね。結局かそるんだよね、喋ってないと。日本で3番目にでかい都市なの？え、それなくない？名古屋って3番目にでかい都市ないと思うんだけど。もっとあるでしょ、他に。東京、神奈川、東京、神奈川、大阪の時点でもう違くない？どこら辺向かえばいいの俺。ほら人多いな、すげえ人がすげえ多い。あ、関東を一緒くたにした場合か。でもすごい人多いね。なんか面白い。あ、でもなんか活気はあるな、すごい。この観覧車の前にいるね。ごめん、何にも分かんない。地名を言われても何にも分かんないよ。この迫力、すごい。地名を言われても俺は分からん。何をするかまず決めようか。別に帰るなら帰るでいいけど。なんでビルに観覧車があるんだろう。観覧車があるビルに。名古屋は飯の街、それ以外何にもない。マジかよ。どうすっかな。どの通りがどうとかも全然わかんねえかんな。何、結構歩いてぐるって回れる感じなの名古屋は。歩いて回れるんならプラプラ歩いてみる。でも土曜日だから人はすごい多いよ。東京よりも人が多いような気がするね。何すっか。これは繁華街、錦、鶴重通り。飲み屋街かな。社長と解散したよ、うん、キャバクラどこかな。なんか通りが分かんねえな全然。どこ歩く。ごめん止まった。ごめん止まってる。どうすりゃいいんだろう。名古屋リスナーいないかな。名古屋リスナーどこ行きゃいいのか全然わかんねえよ俺。え、なに、名古屋ワープってこと。え、じゃあもう帰っていいの新宿。コメダコーヒーはあれなんだ、名古屋発祥なんだ。止まってなかった。ロンタリー名古屋の、なんかリアトツマツとか名古屋でやるんだったらどこでやってんのみんな。いや今ねお腹いっぱいだからね、食い物は別に食いたいとかないんだよね。食い物食べたいっていう欲求はない。どうすればいいんだろう。
もうとりあえずドン・キホーテの方に戻ってきたんだけど、寒い。何しよっかな。パチンコ屋も結構多いね。あのタワー、東京タワーみたいなのは何なの、あれ。テレビ塔登れんの？この時間でも登れんの？トヨタかわかんない。なんか、東京タワーみたいなのがあんねん。どうしよっかな。マジでやることないんだけど、駅がどっちかもわかんねえし。駅はどこ行ったら駅なんかもわかんないし。何する？マジで。栄。栄、どうすればいいのかな。ドン・キホーテのところナンパは俺しない。どうしよっかな。全然わかんねえんだけど、駅は近いの？こっから。味噌煮込み、きしめん、天むす。ああ、天むすとかあんのか。あと、どこが安いとかあんのかな、ホテルとか。人はとりあえずめちゃめちゃ多いんだよね。名古屋はこんな感じなんだ。微妙なんだ。なんか配信のネタになるようなもんあったらいいんだけどな。どうすっか。運転マナーくっそ悪かった。びっくりした。ウィンカー出さねえ。なんか割り込み半端じゃねえし、すごかったね。無法地帯レベルだったよ。名古屋、これ立ちんぼがいるってことは、キャッチがいるってことは、こっちは飲み屋街か。みんな振り返ってる。いや、っていうか、どうする？マジで。何にもわかんねえんだけど。何にもわかんねえから、何していいか全然わかんねえんだけど。どこが駅かもわかんないし。名古屋駅って書いてあんな。名古屋駅こっちなの？やることないの？一泊して、あれ、どっか行く？一泊して。てか、これ飲み屋街じゃないの？どうしよう。地下鉄で移動なんだ。歩いて何分ぐらい？マジか。だったら帰ればよかったな、岡山から。これどこ方面に歩いていけばいいの？寒い、マジで。あ、2、30分ぐらいだったら全然歩くよ。全然歩く。
名古屋に泊まってヤバトン食って帰るパティン。どうしよっかな。新幹線あるんだったら別に帰ってもいいんだけど、俺は全然帰っても構わないんだけどね。名古屋綺麗。なんか岡山と違って名古屋リスナーも別に集まらないしね。いや卵味噌と別に俺約束してないかんね。卵味噌って約束なんかしてないもん、そもそも。卵味噌は来るっつってんの、俺の家。めちゃくちゃ寒いんだけど。卵味噌もう東京にいんの？じゃあ待ってればいいんじゃないの。どうなるも何も俺連絡来てねえもん。家には行かない？あ、俺の家来ないって。じゃあいいんじゃん。うん、あ、名古屋来たとか、なんか都会だなって感じだね。すげえ都会だなと思って、うん、でも飲み屋めちゃくちゃあるんだね。今日新宿のホテルに泊まるんだ。寒い。でも明日出るんでしょ。なんだよ、今回の旅大外れだな。普段旅しろって言ってたやつらどこ行ったんだよな、マジで。喫茶マウンテン、喫茶マウンテンって何？喫茶マウンテンって。月曜まで東京いるんだ。いや別に会いに来たら会ってもいいけど。しばらく東京にいるんだ彼は。飲み屋はめちゃくちゃあるな。喫茶マウンテンっていうのが何なんだろう。漫画喫茶。どうすっかな、マジで。小倉トーストは食いたい。小倉トーストは食いたい。小倉トーストは絶対食べたい。今から食べれるところあんの、小倉トースト。てかなんかもう閲覧も取れねえし帰るか。てかさ、これってさ、俺駅の方に向かってるので合ってるのかな。なんか誰か教えてくんね。なんかどうしたらいいか全然わかんないんだけど、駅の方角も今自分がどこにいるのかも全然わかんねえからさ、誰か案内してよ。どこに行ったらいいのかもわかんないしさ、アクティブだけどかそってたら全く意味ないかんね。何のためにやってるんだって話でしょ。あんかけナポリタンは別にいいかな。小倉は、小倉トーストは好きだから、小倉トーストは非常に食べたいけど。お疲れっす、ミミさん。なんだろう、ここは何通りなんだろう、今度。どうすっか、マジで。まあ、いったね。紅とか歌う？ああ、駅はどこだ。無事着いたんだけどね、何にもやることがなくて困っちゃってて。そう、ミカさんいらっしゃい。やることなくて困ってんだよね。どうしよう、何にもねえな。
名古屋。ホテルドってホテルで雑談する？どうしよう。ここがどこかも分かんないし。どうすっかな。マジで。誠いらっしゃい。いや、名古屋でプラプラしてる。飯はね、岡山で吉野家食ったからまだ腹は減ってないね。2回しか行ったことわかんないか。そっかそっか。どうすっかな。何する？今から微妙だよね。プラプラ歩くか。温泉とかないもんね、名古屋ね。今日やっばい寒い。本当に寒い。ビビるよね。さあ、冬だよ、冬。竹本生きてた？え、どういうこと？浮気買ってない。社長にもらった。竹本生きてた？マジで言ってんの？竹本生きてんの？ねえ、風邪ひかないようにする。ありがとう、美香さん。もともと名古屋って金梅さんが住んでたところだっけ？お。もしもーし。あ、すいません。匿名で、とりあえず。匿名で、了解です。リスナーさんですか？どう、はじめまして。ワドです。はじめまして。はじめまして。え、ワドくん。はい。今、名駅で、お一人で。え？どこにいらっしゃるの？今、堺です。あ、堺、一人？一人です、一人です。で、もう、閲覧かそってるし、はい、なんか何やっていいかわかんねえから、どうするって言ってたんですよ。あ、そう。で、僕今、ちょっと後輩たちと飲んでて、はい。で、まあ、僕の都合で、ちょっと、こういう子がいて、ワド君に会いたいな、って言ってたら、はい。じゃあ、僕たち、私たちも、はい。まあ、僕に出てきますっていうので、はい。ちょっとそちらに、一緒に行っていいですか？あ、全然、行かないですけど。境ですか？いや、ここがどこなのかわかんないんですよ。
そうか。僕ら、栄の方に、はい。栄にとりあえず、タクシーで向かうので、はい。周りに何がありますか？ドンキホーテのところに降りて、そっからなんか、はい、ぐるぐる歩いてるんで、ドンキホーテのところまで戻れます、とりあえず僕は。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい。栄のドンキホーテ。栄のドンキホーテあたりにとりあえず行きます。あ、じゃあ戻ります。すいません。はい。はい。よろしくお願いします。少々お待ちください。了解です。はいはい、すいません。何分くらいですか？こっから何分くらい？ 15分くらい。あ、15分、20分くらいです。了解です。わかりました。はい。はい、すいません。失礼します。はい、失礼します。イケボ。アンコロいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。ここは錦って言って飲み屋？堺じゃないの？ありがとう、ニャッピーさん。もしよかったらフォローしてね。とりあえずドンキホーテ戻るか。タバコ吸っていい？タバコ吸っていい？どこでどうする？マジでね、結構名古屋編滑りそうな感じがして怖いんだけど。そう、多分タモさんもいらっしゃい。初見さん、サンシャイン前っていうか、なんて言うんだろう、観覧車の前だったね。観覧車があった。とりあえず一服しよう。それがサンシャインって言うんだ。うん。それだけが目印。あれが見えるね。あ、なんか東京タワーみたいなのが見える。東京タワーの方に行けばいいんでしょ？まあ、来た道まっすぐ戻ればいいから。とりあえず名古屋どうすっか。名古屋はリアトツないかもね。なんかそんな感じがする。あ、っていうか今からあるのか。嘘。いや、今から会います？いや、今名古屋に着いたばっかりっすよ。で、やることがなくて暇なんすよ。ファットさん会います？なんか、集合できる場所とか、ねえ、ないから、俺土地勘がないから、もうマジで困ってるんすよ。今、匿名のリスナーさんが、来るって言ってたけど、その後の展開もわかんないし。どういう流れになるんだろう。ちょっと迷走してるよ僕は。閲覧低いのが一番悲しいけど。上田さんいらっしゃい。嘘。来れない。名古屋到着したね。嘘。路上喫煙ダメなの名古屋って。今私今池。ごめん、何言ってるか全然わかんない。日本語喋って、路上さん。何言ってるか全然わかんねえわ。閲覧100以下はさすがになんかイライラするレベルだね。だってさ、だからイライラ、何をイライラしてるかってさ、普段さアクティブに動けとか旅やれよとかさ言ってたやつらさ、やったらやったでこれだぜ。じゃあ結局お前ら雑談の方が楽しいんじゃねえかよってなるんじゃないの。で、今灰皿に入れてるけど、一応。確かにタバコ吸ってる人いないわ。名古屋の栄にいる、今。オッケー、ありがとう、教えてくれて。
おい、田中さんいらっしゃい。路上喫煙は気をつけよう。そう、プラ和道だけど、何にも未定だけど、よろしくね、みんな。どうなるかは全くわからん、俺も。てか何より寒い。どうすっかマジで。岡山はね結構リア突あったけど、名古屋はそんなリスナーいないかもね。ダメなんだ。オッケーオッケー。オッケーオッケー、ありがとうポールさん。まあ、とりあえずなんとかすっか。肌白いっつうかね、なんか目にね出来物できちゃってちょっと怖いんだよね。どうしようマジで。どうすっかな。まぶたつかね、こう、クマの部分にボツボツができて、昨日右目だけパンパンに腫れてたの、あの、花粉で。で、こすったからね、なんかニキビみたいな、なんつうんだろう。こうね、ここに、あれ治ってるな。ここら辺にボツボツ、治ってるな。治ってるわ。ういっすー。皆さん楽しんでってください。てかめちゃめちゃ太ったわ。やばいっせごろ。めちゃめちゃ太った。多分ね15キロぐらいね増量してる俺。あのね、こっから東京帰ったらマジで絞り込まないと4分動けねえわ。しかもね、インターバル1分じゃなくてインターバル30秒にしたんだよね、便所さんが。そう、考えられねえわ。2分でインターバル30秒でその後2分だって。だからほぼね、ちょっと休憩入れて4分間フルで動けるぐらいの体力作っておかないとダメだわ。そう、戦略が難しくなってた。白質種すぐ除去できるってどういうこと？勝手に取れるってこと？軽量超えたらペナルティーっていうか、そこしっかりやってもらわないと困るよ。俺の方が体重軽いんだから。向こうだってもともと15キロぐらい体重上なんだから、その辺はしっかりやってもらいたいよ。じゃないと、あの80キロ未満にしっかり、80キロ未満にしっかり抑えてもらわないと困っちゃうよ俺。寒い。ドンキどこだっけな。どうすっかな。まあ、でも新幹線多分始発が朝からあるから、パーッと新幹線で帰りゃいいのか。めっちゃ寒い。めちゃめちゃ寒いよね。やばいよね。っていうか俺関西の方ってあったかいイメージがあったから、 T シャツ1枚で来ちゃったの失敗だったわ。
東京より寒いと思ってなかったの。多分この通りだったと思うんだよな。あ、そうなんだ。なんか生まれて初めてね、ここにニキビみたいなクマの下にね、アトピーっていうのかな。いや、風邪ひくかもしんねえわ。今日どないしよう、マジで。はいはい。てか、小倉トーストは食いてえな。小倉トースト。あー、見えてきた。ドンキホーテ見えてきた。まあ、北海道はほら、別じゃん。ニコラスいらっしゃい。あ、でもリスナーなんか戻ってきたな。よかった。もうすぐで100超える。さすがに100以下切るのは辛かったわ。放送になってなかったもん。やっぱね、100以下切るとね、さすがにね、きついよ。コメダ美味しい。コメダってでも東京にもあるじゃん。電波もあるけど、全体的に岡山も低かったから、ちょっと申し訳なかったね。せっかくね、来てくれたし。もう次ね、旅配信やるとかね、家の雑談で言ったやついたので、ね、もうほんと説教かましてやろうと思って。二度と抜かすなよみたいな、旅行けとか。ねえ、なんか手羽先うまいんだよね。米田は全国にあるよね、うん、いや厳しかったよね。いやでもね、昨日もね、あのちょっと少なかったっていう部分があったから、ちょっとね、俺の中ではね、反省が多いよ。小倉トーストは食いたい。なんか要はあれでしょ、食パンにあんこ乗っけてる感じでしょ。普通に美味しいでしょ、小倉トーストは。どれくらい小倉を乗せてるのか気になるけど。俺がてか、まあ小倉トーストなんか家で作れるんだけどね。おい、猫八さんいらっしゃい。みんなで名古屋楽しみましょう。まあ、小倉トーストは絶対うまいよね。ドンキの前着きました。ドンキの前到着です。猫さん、アイテムありがとう。アイテムありがとうね。この辺で待っとくか。おいら登場。主権さんいらっしゃい。名古屋リスナーさん、ぜひフォローよろしくお願いします。え、なんで？あんこは嫌いだったんじゃないの？あんこが嫌いな人だったんでしょう、多分。オクラ苦手なんだ。なんだろう。ヤクミツルではありません。ハッサクさん、どうも。お風呂入っちゃった。風船ありがとうね、うん、俺も裏側につけるのが好きだね、この帽子は。裏かぶりがするの好きだね。みんな走って。なんでそこにいるから。あんこにトーストは絶対うまいでしょ。寒い、めちゃめちゃ寒い。かっこよくなってないでしょ。俺もう切りてんだけど、切りたくて切りたくてしょうがないんだけど、すげえやだ。かわいいよねこれね、エースカフェロンドンね。この帽子はなんかお気に入りかな。
風はね、そんな強くないけど、もう冬寒い冬っすね。お、もしもし。あ、どうもどうも。どうもす。先ほどの匿名のものですけども、はい、ドンキホーテの前ですか？ドンキホーテの、横にいますね、はい、観覧車が見える方に行った方がいいですか？あ、じゃあ観覧車の下にしましょうか。観覧車、道路渡った方がいいですか？観覧車の下に行けばいいですか？あ、じゃあ観覧車の下にしましょう。じゃあ了解です、待ってます。はい、すいません、お願いします。失礼します。失礼します。ごめんごめん、違う違う、家のさ音響機材じゃないからさ、音がやっぱりバグっちゃうんだよね。サンシャインっていうのかな、ドンキホーテの前にいるよ今。ドンキホーテ、はい、こんばんは。名古屋リスナーさん、ぜひフォローしてください。ハートありがとう、アイテムありがとう。これね、もう売り切れてるっぽいんだよね。なんか X さんからもらった、もう被んないからいいんじゃんつって X さんからもらったの。これいいよね、このハンチングね。どうもー、ゆうくさん。名古屋、都会は都会だけど、なんつうんだろう、どうしようかなとか思って、配信やっぱ難しいよね。夕方までこの辺いたんだ。いや、ごめん、声かけようと思ったんだけどさ、ちょっと入りくん伝えて。人混っていうかね、活気はすごいよ。人通りは半端じゃないよ。活気はすごい。なんかこう飲みが好きなんだろうね。でさっきの通りのそのなんつうの、キャバクラとかスナックとか店の数ね、すごいとんでもなく多かった。それにはびっくりした。 YouTuber ではないっす。えスカイプじゃないですよ、YouTube の生放送みたいなので今生放送やってるんですよ。そうなんです、だからリアルタイムでこう YouTube もやってます。はい、いや寒いマジで。よかった。はじめまして、会いたかったです。どうぞ。知り合いの子だ、はい、後輩たちが、はい、あちらにいまして、はいはい、マスクしてます。はい、で大丈夫なんですか？え、あ、了解です。笑ってるで、爆笑されてる、爆笑。 YouTuber じゃねえのかよって、しばき回すの、あのガキ、ほんとに。いっす。あ、はじめまして、和道です。はじめまして、はじめまして。どうしよう なんか全然わかんないですよ、名古屋が。どんな感じですか、この辺。一旦、はい、切ることができます。あ、できますよ、切れます。一旦切ります。お疲れ様です。後で会いましょう。じゃあね、おつー。